オッケーのカミユです。今日話していきたいのはね、アリブレインフィニットが海外ではなかなか炎上してる件について話していきたいと思います。この後今ゲームプレイやってますけど、実際ねゲームの画面とか見ていって、細かく見ていければなと思うんですが、一応このテーマとして話してる炎上についてなんですけれども、いわゆるねヘイトゥウィンとしてこのゲームがめちゃくちゃ海外では今荒れに荒れまくってる状況なんですよね。ペイトゥウィンと言われている内容がどういった内容なのかというと、このゲーム、コーエンって言われる、いわゆる共通通貨があるんですけど、それがさ、買えちゃうんすよね。これが主な、なんていうかな、言われてる原因という形になっております。で、コーエンがいくらとかは後で見れればなと思うんですが、思ったよりも今荒れてて、ちょっとまずい状況なんですよね、アリブレ。日本ではそういった意見、ほとんど、もうゼロに等しいぐらいなんですけど、一応タルコフ系配信者ということでね、一応世界の状況どうなってるのかな、みたいなところはね、伝えていければなと思いまして、今回この動画撮りましたよと。で、今、スカブ出撃行ってるんですけれども、一応装備が変えると、どういうことが起きるかっていうところで、今疑問されてるかっていうとですね、よし、こいつだけ。ちょっと装備、お前の装備もらうぞ。よいしょ。この、なんていうの、問題視されてるかっていうところなんですけど、そもそもの話ね、ヘイトゥウィン文化、海外だと日本の比にならないぐらい嫌われてるんですよ。いや、お金出せば勝てるっていう文化が、向こうにはね、かなり理解されてなくて、日本も結構嫌になることは多いと思うんだけど、それ以上ですね。日本ってやっぱり昔からなんか MMORPG とかずっと昔からあって、そういうのも月額課金制でみたいなこともあったから、海外もそうだとは思うんだけど、やっぱりね、そういったところで、ちょっと最近ですね、海外のそういった課金に対しての文化、そしてパソコンゲーム、おお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 でかすぎじゃない ?7 万。死にたくないね、これ。はい、っていう感じなので、ちょっとね、海外を中心に燃え広がってるって状況です。日本ではそんなことないんで、多分ね、そうなんだって思った人も数多くいると思うんですけど、結構ちょっと情報を漁っててね、今そういう状況ですっていう感じですね。で、それも、ただユーザー、要はプレイヤーが、わーわー、これ課金じゃん、課金じゃんって言ってるんじゃなくて、割と配信者さん、活動者が、今それに対して怒ってる状況なんですよね。なので、状況としてはあんまり、芳しくないというか、このゲームを宣伝するはずの人が、ブチ切れてるわけなんですよ。なんでね、ちょっとそこがね、ちょっとやばいのかなっていうふうには、一つ感じます。やっぱり最近のゲームって、海外のストリーマーさんも、日本のストリーマーさんもどっちもだけど、そういうストリーマーさんが、これやべえよって言って盛り上がるもんなんで、ね、海外だと今、まずめ。って感じ。お金で、5アーマー、6アーマーって、めちゃくちゃ価値の高いね、アーマーが、変えて、で、ものによっては、そういうさ、強いアーマー着た敵がボロボロ出てくるわけじゃないですか。で、倒された瞬間に、見てみたら、うわ、こいつ課金してるだろ、絶対この装備。みたいになるのが、やっぱり、受け入れられてない、状況なんですよね。一応、この、どういう課金があるのかって見る前に、僕個人的な意見を言うと、別にええんちゃうかって思ってるレベルではあるんですよね、今、個人的には。ただね、もし、このプレイヤー大多数の意見としてそういったのが出てくるとなると、正直、無課金プレイヤーも遊べなくなっていってしまうっていうのは間違いないので、ちょっとね、どうなんですかね。少なくともね、ちょっと海外ではそれが原因で、ポーンと盛り上がる。もう手放しに盛り上がるっていう状況では少なくともないのは確かです。賛否両論みたいな状態になってますね、今。海外では。俺一発当てたのに。余談だけどさ、このゲーム、深部を殺すミッション、最初の方のタスクに入れるのは鬼畜すぎん?深部でさ、NPC 殺すミッション。反逆者になれと言わんばかりにさ、殺すミッション入れてくるの怖すぎるんだけど。いいと思うんだけどな。ただ、ちょっとわかんない。このゲームをガチのうちにやり込んで、アリブレ、やっぱ、
やりまくりてーってなった時に、課金プレイヤーが横からね、こうチラってリンしてきて、倒された瞬間に、俺も多分もう怒ると思う。わ、このゲーム、どんなに頑張っても課金に踏み潰されるだけかよって言うかもしれない。多分それを見越しての、やっぱり今、海外で賛否両論。てか、どっちかっていうと結構荒れてる状況なんだとは思うんだけど。じゃあ、ちょっと脱出も、ミッションやってね、タスクやってね、脱出もできたんで、早速ね、どんな感じなのか、皆さんにお見せしたいと思います。お金。とりあえず、普通の、脱出してプレイしてっていうのはできるんですけどね。はい、帰ってきましたよと。いや、めちゃくちゃうまいレイドだな。めっちゃうまかったな、このレイド。まず課金要素どこにあるかっていうと、まず右下のストアね。ここにショップ系っていうの並んでるんです。で、一番この海外で今言われてるのが、このね、これですね。公演バンドル。これがもう、めちゃくちゃ言われてる今。普通にお金が買えるじゃん、みたいな状況で、まあ荒れてるわけですね。まあ、個人的には、今現状は正直、俺が影響を受けてないっていうのもあって、まあ、問題ないんじゃないっていうふうにも思うんですけどね。150円で100ポイントなんで、まあ今、100円で50万公演は、まあ買えるんですよね。なんで、今僕絶賛ね、はい、絶賛破産中なので、これがあったら、まあ、億万長者になれるわけですよ。まあでも、通常で、だいたい250なんで、まあ、これ、チャージするとなると250なんで、まあ、だいたい300円ぐらいかな。300円ぐらい課金すると、まあ、だいたい25万円分買えるということになります。まあ、最大課金したら、これは、20、100、1000万、10万、100万、250万を買う場合は、まあ、だいたい4000円ぐらいか。だいたい4000円で250万買える。安っ。安いな。250万4000円。まあ、結構妥当なんじゃないか、値段自体は。ただね、まあ50万、この大特価バンドル、ちょっと割引バンドルみたいなの売ってるんだけど、1人1個で。これ、25万で、まあ100円ぐらいで手に入っちゃうのは、確かにまあ、ペイトゥウィンだな、正直。うん。ペイトゥウィンではある。まあ、基本無料だから、マネタイズはどっかでしなきゃいけないのは間違いないので、僕は今全否定派ではないんですが、まあそうやって荒れても致し方ないというかしょうがない、もうそうなるべきしてなったような気はする。一番荒れてるのはここですね。公演買える、現金がそのまま買えるっていうのが今海外でめちゃくちゃ荒れてます。あとは一応まあ課金要素として安全コンテナってね、中に入ってるアイテムをそのまま持ち帰れるやつが30日分と、これ、でっかいやつね、30日分。1000ポイント。なんで、まあ大体1個1500円。一番安いやつで大体、まあ780円。で、1ヶ月だね。だから月額780円のオンラインゲームっていう風に考えれば、まあ安い方ではあるのかなとは思います。まあしかも課金必須じゃないしね。で、エリートが500ポイントという感じですね。あとは一応なんかね、あんまいらないんだけど、この全体チャットするのにお金必要だよと。あとこれはね、鍵ケースなんですけど、鍵のやつでかくするためにお金必要だよっていうのがあって、まあ、この全体チャットに関してもね、結構海外で突っ込まれてましたね。チャットするためにこれ必要なの何なのみたいな感じで、まあ荒れてるっていうのが、まあ今回ね、触れていった内容でございます。さっきも話したけど、個人的には無料ゲームなので、こういう課金要素があるのはしょうがないところではあるけど、まあ確かに、直接的ではあるかなっていうような気はします。今までやるゲームの中でも一番直接的、お金でお金を買えるっていうさ、あんまなくない？タルコフでさえ結構お金を稼ぎやすくなるアイテムを実装すると、まあ、大荒れするんですけど、まあなので直接のアイテムがこういう風に見えてるっていうのは確かに、まあ、荒れてもしょうがないのかなっていう風には個人的には思いました。ただこの荒れが今現状では日本には来ていないので、まあ、海外の人たちが特にストリーマーさん、配信者さんとか活動者さんが結構ね、おいこれやばくねえかみたいな風に話してる段階なので、まあ、今後どうなっていくかわかりませんが、まあ一応こんな感じでね、基本無料ですけど課金要素はありますよっていうのとだけ、ニュースにしていければなと思います。こういったね、様々なタルコフ系脱出シューター実況化してますので、ぜひ、ためになったらチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。結構今、アリブレのスタートダッシュ、切る、どれだけ盛り上がるかっていうところにもね、最終的に関わってくると思うので、このペイトゥーウィン問題っていうのは、結構本当に FPS プレイヤー、正直な話、マイナスイメージしかないからね、ペイトゥーウィンって。そうだからね、まあ、ちょっと今後にね期待していければなと思います。それではご視聴ありがとうございました。神優でした。 GG